像、知恵と生物多様性の守護者。雄大な陸の巨人である像は、ジャングルやサバンナの単なる住人ではありません。その存在感は、堂々とした体格や器用なトランクだけにとどまりません。彼らは自然の知恵の守護者であり、生態系の生物多様性の基本的な柱です。進化の歴史像の進化の歴史は、古代の祖先が地球を歩いた戦士時代に遡ります。時代を経て、 これらの壮大な生き物は進化し、鬱蒼としたジャングルから広大な平原まで、様々な生息地で繁栄できる独自の特性を発達させてきました。種の多様性像の世界には、アフリカ像とアジア像の2つの主要な種が生息しています。それぞれ、耳の大きさから牙の形まで特徴があります。これらの違いは、像の本質的な多様性を浮き彫りにするだけでなく、特定の環境に適応する能力も強調しています。 驚くべき解剖学。ゾウの解剖学は、多敵適用の脅威です。彼らの多機能なトランクは、餌やり、飲む、コミュニケーションに使用される器用な道具です。牙は雄大ですが、残念ながら密漁の焦点となっており、人間の脅威に対するこれらの動物の脆弱性を浮き彫りにしています。社会的行動。ゾウは複雑な社会的行動で知られています。彼らは一生続く強い家族の絆を形成し、 親の世話の役割と感情的な経験を共有します。彼らの社会構造は、世代から世代への知識と生存戦略の伝達に不可欠です。知性と感情。象の知能は目覚ましく、大型類人猿やイルカの知能に匹敵します。問題を解決し、水の場所を長期間記憶し、悲しみや喜びなどの感情を表現する能力は、科学者に異形の念を抱かせ、これらの感覚を持つ動物へのより大きな尊敬を呼び起こしました。 生態学的に重要な役割。象は生息地の生態学において重要な役割を果たしています。草食動物として、植生の成長を制御し、生態系のバランスを維持するのに役立っています。また、種子を長距離に巻く能力は、植物層の再生にも貢献し、景観の建築家としての重要性を示しています。当然の課題ウは、重要性にもかかわらず、大きな課題に直面しています。象下の密漁人間の拡大による生息地の創出、 地域社会との紛争は絶え間ない脅威です。保護活動は、これらの雄大な動物を保護し、人間と象の調和の取れた共存を促進することに重点を置いています。結論像は、その優雅さと力強さで、生物多様性の本質と地球上のすべての生命体の複雑なつながりを体現しています。これらの巨人を保護することは、単なる種ではなく、自然の知恵の象徴であり、貴重な生態系のバランスを維持することの重要性を守ることです。